ビスコンティス・フォルツァ版の運命のは、ビスコンティス・フォルツァ版タロットとは、15世紀後半に、ミラノ港のフランチェスコス・フォルツァなどが、画家に描かせた、様々な博物館、図書館、そして世界中の個人コレクションに散らばる、約15デッキのタロットを総称したものである。現存する最古のタロットとして知られ、現在標準とされている、マルセイユ版とは絵柄などに、かなりの違いが見られる。 また、悪魔等が欠落しており、最初からなかったのか、散逸したのかをめぐって研究家の間でも意見が分かれている。完全なデッキは残されていないが、コレクションによっては、同一のカードで構成された多くの絵札が残されているものもある。最も有名な三大コレクションについては、以下で詳細に説明する。1967年に、 イエール大学図書館に寄贈されたキャリー家のカードゲームのコレクションにあったことから、このデッキはキャリーイエール版と呼ばれる。またこれはビスコンティディモ・ドローネ版としても知られ、少なくとも1466年に遡るとされている。またフィリッポ・マリア・ビスコンティの注文によるセットという学説もあり、このデッキが最古である可能性もある。学者ジョルダー・ノベルティの学説によれば、 このデッキは1442年と1447年の間に制作されたとされる。キャリーイエール版は通常のダイアルカナの他に信仰、希望、事前の3枚のカードが加えられている。また通常の人物札の他に女騎士とメイドが加えられている。よって制作時には86枚で構成されていたと考えられる。 現在は11枚の大アルカナ、17枚の人物札、金貨の3を除いた数札39枚の計67枚が現存する。札のサイズは18990ミリメートル。すべ、mm、ての大アルカナと人物札の背景は金箔で装飾されている。また、すべての数札の背景は銀で装飾されている。1909年。 ベネツィアでこのデッキを取得したジョバンニブランビラの名前に、ちなみ名付けられた。1971年には、イタリアのミラノにあるブレラ美術館の目録に載っていた。1463年に、フランチェスコス・フォルザの注文で、ボニファチオ弁護によって描かれた。現在48枚が現存している。そのうちヤルるかなは、皇帝と運命の輪の2枚が現存するのみである。 札のサイズは180 90、mm、90ミリメートル。すべての大アルカナと人物札の背景は金箔で装飾されている。また、すべての数札の背景は銀で装飾されている。金貨の4を除く全数札と、杯の騎士とページ、金貨の騎士とページ、棒の女王と騎士とページが現存している別名。これを2番両二番とも、フランチェスコス・フォルザ番とも呼ばれる。 このデッキは1451年前後に制作された。もともとは78枚で構成されていたと考えられる。現在では20枚のダイアルカナ、15枚の人物冊、そして39枚の数冊の合計74枚が残る。このデッキのうち35枚をモルガンライブラリーが所蔵している。アッカデミアカルッダーラ美術館が26枚を所蔵。残りの13枚を ベルガモ地方のコン根オニケが個人所蔵している。ダイアルカナの悪魔と等のカードが欠落している。ダイアルカナと人物札は背景に金箔が使用されている。数札の背景はクリーム色をベースに花と鶴をモチーフにした装飾が施されている。すべてのカードに青い縁取りが装飾されている。札のサイズは 173-87mm。 上記のイエール大学には他にも1450年頃の以下の16枚が残るデッキが所蔵されている。ただし、これは、ちょい、ビスコンティス・フォルツァ版ではなく、エステケのタロットである。画像は、バイナッキー、レアブックマニュスクリプトライブラリーを参照。ザ・モーガンライブラリーミュージアム。ありがとうございます。